はい、どうも皆さんこんばんは、モッティです。今日もやっていきましょう。初めてのモンハンクロス実況プレイ。今日のクエストはこちらです。ザボアザギルの狩猟依頼。さあ、初めて見ましたよ、ザボアザギル。なんだこれ、誰か狩猟してくれないかな、研究したいな、狩猟してくれないかな、チラッチラっていうね、チラッチラ、誰かザボアザギル倒してくれないかな、チラッチラチラッチラッチラ、どうにかしてくれないかな、ユニークな生態してるんだよね、チラッチラ。形状が何通りかに化ける、化けザメ、ちょっと怖いですね。でしかも多分ですけど、動画初登場ですよね、このマップ。氷海、北海、氷海っていうんですか、まあなんか要は寒いとこですね。まあ要は寒いとこですね。うえっ、わあ、あ、サメなんだけど、あれなんですね。半魚人みたいな、そんな感じなんですね。なんだこいつは、あ、なんか子供みたいのがいる。なんだこれ。なにこれ、何の足だこれ。鉄カブラかこれ。あ、鉄カブラっぽくない？わかんない。背びれ。てか、なんかさ、BGM かっこよくない？ピアノのドゥルルルルルンみたいなのがあって。先行、あれですね。先行玉、音爆弾とかあったら、あ。危ねえ危ねえ。ここ最近なかったんだけどな。よし。行こうか。ここ最近、足が、ってかあれだな。ちょいちょい、でもこれ割と動き的には操縦コン向いてそうな感じの敵っぽいですけどね、雰囲気的には。ただどうなんだろう、懸念材料が一つ生まれてしまったゆえに、ちょっとそこが怖いところではある。よし、はい。引かれるね、きっちり引いてくるね、飛んだ瞬間に。攻撃力やっぱなかなかある。ほっ、いやー、うまいな、なんだこいつは。俺の攻撃を読んで、あ、乗られた。まずいまずいまずい。広、うわ、めっちゃ食われた。やばい。あ、死んだ。これは死にました。あ、これ死にました。終了。胃液まみれでーす。違う、そうじゃない。違う、どこ飛んでった？え、めっちゃ変なとこ飛んでった。よし。え、チロ、ちょ、虫が変な行動するから、ちょっと余計に混乱する、これ。はい。え、ちょ、待って。え、顔面白い、あ、顔面赤じゃないの？出ない。待って、出ない。虫が出ない。よし、また白。これ今の足だな。ちょ、白しかないんだけど。一回待機。落ち着いてやりましょう。落ち着いて、相手の行動見つつね、ご了承するだけじゃなくて、そういうの大事。なんか構えてる。車に構えている。うーわ、怖っ。車に構えると突っ込んでくるのね。車に構えたサメは突っ込んでくると。はい。いって、小手先一発でそれ。車に構え、突っ込んでくるよ。違う、なんだ、ハイドロポンプ。すごいんだけど、勢いが。おーっと、痛いー。あー、やばい、進化した。いやー、強そう。これは強い、間違いない。ガブリアスとかボコボコにされるやつだ、これ。氷4倍。やばい、氷ドラゴンって言ったっけ。あー、やばい、なんかこっち向いた。あー、乗れた。どのタイミング、ここ、うー、やっぱ鉄カブラッシュですね。はい、早い、この反応の速さ。はっ、それは読めない、それは知らなかった。はい、いいよ。オッケー。どこが一番、あ、届いてない。あ、なんか違う、あ、なんか違うやつ今ぶたたいてた。待ってね、一回しっかり冷静に。意外、あ、手が硬いのを初めて知ったよ。いい、ここ。よし。尻尾は硬くないね。潜っていきつつ、これ移動かな？移動じゃない！なんか、おー、ぶねー！動けなかったね。そんなず、エキスハンター、取れた。嘘。よくわかってないですね。おっと、でもスタミナがない系か？そんなことはないな。冷凍、これ冷凍ビー、ちょ、
あ、冷凍ビームですね。冷凍ビーム、冷凍ビーム。スタミナが減るやつ。いや、だからこうね、なんか、俺が攻撃しようとするタイミング、シャに構えて、シャに構えて、飛んでくるやつ、飛んでくるやつ、飛んでくるやつ。はい。はい。まとってもいいな。ここの手が硬い。ちょっと待って。やばい、あぶんね、あぶんね。ここ、はい。あ、頭も硬い。やばい、飛べ。あ、いいよ、いいよ、いいよ。あ、尻尾、あ、尻尾切れた。そうじゃないよね。あ、尻尾の氷が取れた。あ、そういう感じ？ガムートの足みたいな、そんな感じ？はい。うわー。まあ、正面から飛び込んではいけないと、あれほど。ただ、まあ、正面になってしまうことは、まあ、多々ある。はい。で、足、尻尾かな？おし！あ、綺麗に取れましたね。いや、硬いなー。これ、氷に、あ、逃げられた。逃げられましたね。氷に攻撃していった方がいいかもしれないですね。まあ、とりあえず回復しつつ、ちゃんと研ぎつつ、ちょっと次のエリアにまた向かいましょうか。いやー、叫びますね。一気に来ますよ、これ。動けない。あ、ちょっと、抜刀まで相当時間がかかった。うわあ、振り向きさ、あ、あ、なんか壊した。なんか壊したよ。光ってる、光ってる、光ってる。それでも欲しい。初めてのも、ああ、これはきついんじゃー。ナイスー。なんかいた。またなんかいた。一回こっち引いて、なんなんだこの、なんなんだこのデブ、デブ。おい、デブ。おい、デブ。おい、何してるんだ、お前は。お前は何をしてるんだ。お前は何をしてるんだ。攻撃判定がある。やばそう、やばそう、やばそう、やばそう。いやー、出れなかったしね。なんだこの、あ、そうか、様々な形に変化するっつってたね。そういえばね。もしかしてこの携帯はなんかあれなのかもしれない。もう知らないよ、そんなの。あんま近づいちゃいけない。いやー、隙が大きいから、こういう攻撃範囲の広いやつはだいぶ辛いっすよね。なんか氷を上からいっぱい出してきてる。乗れない。あー、あ、かわしてる。ナイス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 。いいよ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 。全然乗れる気配がないんですけど。乗れないのがこの状態だと。あー、やばい。あー、やばい。この、転がるが強いな。やばい子はこれ。やばい子、やばい子。ここ。はい。よーし。なんか、息が、あー、抜けていく。空気が抜けていく。エキスハンター、かっこー。よし、いった。当たるのそれ。あ、てかさっきさ、さっき光ってたやつあったよね、確か。この辺に。なかったでしたっけ？ある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 。これもらえ。今のうち。今のうち。買わずの油。あ、え、なんか、二つあった。え、二つももらえるの？お得ね。何そのお得感。いいか？大丈夫か？大丈夫か？とりあえず大丈夫そうではあるけど、あと何回か今日は止まるだろうな。これは間違いなくな。はい。とりあえずぶった切りながら、でもなんか手数は入ってる感はあるけどね。多分相当、まあ、この辺に出てくるモンスターだから、まあ、アルセルタスみたいな例もあるだろうけど、でも言うてなんか体力はめっちゃありそうですよね、雰囲気的にね。そういうモンスターな気はしますよ、見た目的には。うわー、動けないこれ。あぶんね。はいはい、赤。足に当ててない？戻ってこない。はい、白。もうこれでいいか。黄色欲しい。できれば黄色が欲しい。はい。よし、オッケー。すごい、なんか一緒に飛んじゃって、仲良し、こよし、みたいな。で、この状態は？なんかよくわかんないな。潜り方も何パターンかありますね。あ、
切れました。ちょっとホットドリンクを飲みたい。ホットドリンクを飲みたい。よーし、でーし出したな。血の底から出したな。ほら、出てこいやー、ガリガリ。あ、なんかガツガツ普通に倒してますよ。いいですよ、これ。いけー、急げー。背びれかなんかが攻撃入るかな。でも、なんだかんだ顔面。まあ、なんか顔面安定ですね。いや、言うてね、こいつもこいつで。いいよいいよ、潜り込んで潜り込んで、一気に一気にダメージ食らうまではエキスがある分はもう攻撃ぶっぱでしょ。ちょっともあれですけどね、まあ後で肉食えばいい、後でまとめて肉を食えばいい、別にもう今は攻撃ガツガツ入れられるタイミングだと思うから、こういう攻め時のタイミングで攻めとを緩める必要はない。あ、しびれ、ちょ、しびれ罠だ。あ、しびれた。エキスハンター、よっしゃいバチコーイ。あれなんですね、地面の下にいてもしびれば判定あるんですね。さあ、お怒りモード、お怒りモード、さあ変身した。これ多分どっかのタイミングで回復しなきゃいけなくなると思うんで、それで、あ、シャに構えて突っ込んでくるモード、はい。そのタイミングでね、お肉とか、ほ、あ、ここですねここですね。やばいやばいやばい、おっおっおっ、やばいか、これは。いや、これ大ダメージくれ。おちょ、あ、そんなダメージなかった。いやー、でも、ピヨってる。これはまずい。逃げよー、逃げろー。あ、違う。あ、さあ、万全な状態にして。来たわ。来たけど、あ、間に合わなかった、今、回避が。まったく。ずるいな、あの、叫び状態からさ、回避間に合わない。確定回避間に合わない。やばいね。完全に普通のコンボなんですけど、これ。あ、やばい。潜り込んで。うん、違う、そっちじゃないよ。エキスいらないよ。頭当たって。はい、尻尾取って、足。足が痛い。よいしょ、足取って、車に構えてる間に後ろから。いやー、冷凍ビームちょっと冷凍ビームで、足がいい感じにつっかえ棒になっている。はい、でも、おお、なんか転んだよ。なんでちゃんとしっかり近づいて。なんかでも言うてやっぱ鉄かぶら系だから、まあ相性はいいですね。これだけ戦ってみて思うことは、うん、なかなか面白いこう個性も持ってるし、好きなモンスターランキングの上位に食い込みそうな。きたー、伊集院光モード来た。伊集院光モード強えからな、こう見ても。伊集院光ってよりあれだよな。ま、マツコだよな。体型的にも見た目的にもマツコデラックスモードの方が正解だと思うんだけど。あー、待って、ちょ。で、マツコデラックスモードは、いやー、避けられない、それ。脱出不可能すぎはロタ。いやー、危ない。ちょっとさ、回避性能、あ、プラス1なはずなんですけど、回避性能の俺はあれ性能間違えているか、もしかして。そんな気がする。これ回避しといた方がいいかな。やばい、いい、後ろくんちゅう邪魔。あ、ここ回復邪魔よ。そいつ、その虫邪魔だよ。攻撃してくんだよ。攻撃して、怒るよ。なんかヒーロー、あ、横にも移動できる。なんだこのデブは。で、そろそろ多分、マツコデラックスモードから通常モードに変わると思うんで、強結晶か。あ、来た。このタイミングで液反を入れると確定で入るんで、これは覚えたね。これちょうどいいですね。で、潜り込んじゃえば割と箱殴りになれるんで、はい。一回避けて、あっと、逃げられていく。こっちかな、右かな。なんかすごい、めっちゃ開けましたね。この風景結構綺麗だなーって思うね。あ、ね、アイルーたちがいるぞ。すまんな、邪魔して。こいつちゃっちゃとやっつけちまうからな。安全な生活を俺が保証してやるぜ。ふん。あ、え、いけるくないこれ。いけるぞこいつ。
でもね、いやまだわかんないな。実際さ、ホロロホルルしかりやガララーチャルしかり、いきたーこう、いやーちょやべ、シャニ構えたモード、シャニ構えて、もうシャニ構えるやつも実はそんなにかわしにくくはないっていう、おし一番難しい種類取れた。だからはい、赤取れて、ふん、黄色取れなって、早いよ、ちょタイミング見張ろう、タイミング見計らいの、ここ。うん、足か。はい。オッケー。いった、シャニ構えるって尻尾も、なんか尻尾からぐるぐる判定もあるぞ。知らんかったよ。やばいか。大丈夫。いい。変なとこ行ってくれてる。ナイス。で、さあ、このタイミングでもう一回乗れたりするとな、だいぶ、楽になるけど、すごい、お腹で弾かれる。お相撲さんかな？よしよし。あ、これはやばいか。おぉ、防御術半端ねえ。マジ、やっぱ防御術強えわ。このための防御術みたいなもんだからな、ほんとに。あ、やばい。これは。ふっ！いいぞ。あー、すごいぞ、これは。いい防御術ですね。ガツン、ガツン。はい。痛いなー。ちょ、待って、いや、近づきたい、逆に、あなたと違う、ちょ、全然硬くね、高度増してね、高度増してるでしょ。さあ、グレートがなくなりました、全部。ほら、割と、ピヨったりしてるんで、相手も、おしょ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 、意外と、ダメージは入ってるんじゃないか疑惑は、あるんだけど、ただ、まだ全然わからない。移動の時にある程度相手がどういう行動を取るかを見て、それで判断した方がいいんじゃねえかっていう気はする。はい。液反入れたいなぁ。安定して液反入るタイミング欲しいな。まといは、あれですよね。うわ、来たー！デラックスモード！マツコデラックスモード来たよ。マツコデラックスモード来たから、一回ちょっと、転がるの好きぐらい。この辺でいけない？あ、微妙に食らうか。あぶねえ、ギリー。で、ちょ、持ってかれた。もう完全に避けようがなかった、今。よし。マツコ、これ、ここの、状態、やばっ。いや、マツコの時ってでもさ、割と攻撃当たりやすいのあるから、このタイミングで一気にこう、ね、ダメージ稼ぎに行くとありですよね。そろそろ転がる？転がっていく。ここ。あ、届かない？いや、もうマツコの時はもう、ガリガリ削っていく。それだけ。それダメージ判定あんの？マジかよ。やばい。間に合わないか、一旦。液反間に合ってくれ、間に合う。あ、おっと体力が減ってる証拠は見えましたね。これ行くしかないっすよ、これ。あ、また氷結晶だわ。やってきた。あ、スタート地点に戻ってきましたかね、これね。え、もう移動すんの？早いって。さすがに早いって。そう、それはもうちょっと行ってくれないと。わー、よし。はい。で、からの、一回転がって、近づきつつ、いや、いける。また逃げるの？これどっち？いるね。出てくるやつね。出てくるやつで、そんなに遠くまで出てこなくて、さあ、この第三形態、もう一回この形態になって、ここが多分勝負でしょうね。ここでどれだけ相手の体力削れるか、で、もう勝負が決まってくるんじゃないかなーっていう感じがする。危ないよ、ほんと。だからこれ。はっ。あ、シャニ構えた。やばい。ハンドが、危ねえ。あ、ちょ、食らって、それ食らってんの？体力が。あ、やばい。それは死ぬー。そういう攻撃なんだ。あ、なるほどね。理解した。
あ、でももう移動してくれた。ラッキー。これはでもじゃあいけるな、この薬の量でな。いけますね。え、ちょっとさ、移動。あ、そこ、ファンモード。じゃあご飯モードじゃない、下に構えるモードよ。あ、じゃあやっぱ両方あるわ。ぐるって回るやつと、突っ込んでくるやつ、やっぱ両方あるわ。え？移動しないよね、さすがにね。いやさすがに、さすがに。はいや。早い攻撃が、行動が早い。やっぱあんまりインファはしない方がいいのかもしれない。これどっち、こう突っ込んでくるやつかぐるぐるのやつかの距離判定ぐらいが分かってくるとだいぶ当たると楽かもしれないですね。いいよいいよ、ガリガリ一気にいってるよ、一気にいってるよ。お前じゃないよ、お前には興味ないよ。やばい、入っちゃってる入っちゃってる。あー、当たってない。神よし、いいひるみいいひるみ。あ、足が取れた。あ、取れた取れた取れた取れて取れてるよ取れてるよ。これはいける。あー、マツコモード来たー。まだマツコモード来たー。でもマツコモード、このタイミングのマツコモードは乗れなくなる代わりにダメージガンガン入るから、もうこれ多分勝っただろう。多分マツコモードの間によっしゃー、蹴りをつけようぜって言いかけたった。あ、なんだこれ、凍結袋。すごいね。いやマジでこれあれだよな、あのさ、どうだっけ、ネパール違うわ、あそこ、あモンゴルのテント、パオパオだっけ、なんだっけあるよね、そういうのね。もうここで暮らそうぜ俺たち、なんかあったかそうだしな。ただ透けてるからな、若干あれだけどね。クエストクリアー。なんかここで虫網振ってたらマレコガネって初めて見る虫ゲットしました。やったぜ。バケザメの、はい。電油、河津の電油、上ヒレ、上ヒレ、上ヒレ、はい、尖った牙、はい、骨、歯を、上ヒレ、ノコギリ歯。ノコギリ歯って何て言うんだろうね、上ヒレ。まあ、こんなとこですか？残りは、大して、何もないかな？何分？ 23 分。ザボアザギル。対戦、ありがとうございました。次のパートで。